それではですね、先ほどその抽象画を代表する画家、最初の抽象画家ということでカンジンスキーあるいはクレーの話をしましたけれども、もう一人抽象画を代表する画家でですね、このピエト・モントリアっていう方がいますね。そのオランダの画家なんですが、このピエト・モントリアの作品のですね、展開を見ると、その抽象画とは何か、そのなぜ抽象画になったのかっていう展開が非常によく見える作品を実は並べました。オランダの画家でですね、私も実は前にオランダにハーグという町があります。ここは国際裁判所とかです、非常に国際的な静かな町で、ハーグといえば実は有名なフェルメールの、ね、絵があるそのマウリッツハウスとかですね、非常にいい町の中にいい美術館があるんですけれども、ここにですね、そのオランダにハーグ市立美術館という美術館がありまして、ここに実はモンドリアンが具象画から抽象画へ展開する作品がですね、並んでいて、非常にこれが私見た時に、ああなるほどという非常に発見があったんですね。で、抽象画の話をする時にですね、この展開を知ると、初めからなんか点と線と色で形ってなんか誰でも描けそうな感じがするんですけれども、そうではそんな安易な話ではなくて、絵画を追求する中で実は抽象画が生まれていったっていう展開がですね、非常にこのモンドリアンの作品からよく逆に学ぶことができて、むしろ抽象画の本質的なところをね、知ることで、むしろ非常にその抽象画こそ非常に深い絵画としての魅力を感じたという、私も発見のあったこのシリーズなんですね。で、ここに並べました。で、まさにこれがですね、これ赤い木、これも誰か見ても分かりますね、赤い木が描いてあると、ね、分かると思うんですよね。で、実はこの絵の後にですね、これ灰色の木っていう絵になってます。なってる時にこれ絵が展示されるんですが、まさにここから見ると確かにこれ木の形はあるけれども、だんだん何か抽象化されていってるような印象があると思いますね。そしてこれがですね、リンゴの花咲く木、こうリンゴの木だということなんですけれども、これ見るとここから良い展開をして、その木の幹とかですね、がよく見えるんですが、本当にそれこそ線と形と色に、分解されていったなというのが、ここからの展開もよく見えると思います。そしてここになって多少その具体的なものがまだ残ってますけれども、完全にこれはもう抽象化されています。しかもタイトルがコンポジションというタイトルになってますので、まさにコンポジションによる絵画ということで、まさにこういう流れで展開をしています。ここまでがハーグ美術館の作品なんですけど、これはもう別の美術館にある作品なんですけれども、実はここからこういう展開なんですが、まさにこれで 線だけでまさにこれなんだろうって話になるわけなんですけれど、こういう展開で見るとこの絵の意味もなんか見えてくるところがありますよね。逆にここから 逆を見ていったとしてもですね、もともとはこういうところから生まれたんだっていうのがですね、この流れの中でよく見えると思います。で、実はモンドリアンもここからより純粋抽象というかね、もう色の構成だけで素晴らしい作品を残された、抽象画を代表する20世紀世代の画家の一人なんですけれども、こういう展開を見るところでね、改めて抽象画とは何かっていう本質が非常によくよく見えてくると思います。ですから今でももちろん現代作家でね、抽象画を描く人たくさんいますし、今長井画廊でもいろんな公募展でね、うちの企画でいろんな作家の中から作品を選ぶということをしているんですけれども、非常に実は抽象画の方が非常に難しいんですね。で、具象画の方が入りやすい。もちろん最初は実はカンジンスキーにしても、このモンドリアンにしてもですね、先ほどのモネもセザンヌもそうですけど、最初はもちろん具象なんですよね。具象から入って抽象に至ると。ですから非常に抽象っていうのはですね、ある時間も必要だし、そこに至る初めから私は抽象画家ですと、もう線と形だけでこれは抽象ですって言ってる人っていうのは、実はあまり私は信用できないところがあって、というのはこういう流れの中から生まれたっていうのを知ったことでですね、改めて抽象画の深さというかね、逆に今の時代において抽象画を描いてる人は何人か素晴らしい画家を私知ってる人いるんですけれども、そういう人と巡り合った時はですね、非常にその人の背景というか、なぜこういう絵が生まれたのかっていうのをしっかりとやっぱり
理論化する中でこれが生まれたっていうことが見えてくる人じゃないと、なかなか抽象画っていうのは一見簡単に描いてるように見えるだけにね、非常にそれは難しいです。むしろ深さがあるなと。改めてこのモンドリアンの展開を見ることでね、その抽象画の意義、深さというものを改めて僕は一人見ていただけるのではないかなと思いますね。これぜひね、なかなかね、ハーグって、アムステルダムのね、いい美術館がありますけど、ハーグ市立美術館は、マウリッツ、フリマルのマウリッツハウスと並んでですね、非常にのいい美術館なんですね。ですから、これはちょっと別の、美術館、クエラミラーかなってなってましたけど、この流れをぜひ見ていただきたいと思いますね。はい。それで、先ほどそのカンジンスキーなんですけれども、なぜカンジンスキーが最初の抽象画と言われているのか。今紹介したように、モンドリアンはちょっとほぼカンジンスキーとほぼ同時代ですけれども、実はその前にも実は抽象画の流れがあったと。で、実は19世紀後半、モネ、セザンヌ以降もですね、抽象的な絵を描いた、最初の抽象画家ではないかなと言われた人は何人かいるんですが、実はカンジンスキーが最初の抽象画を描いたということになっているのは、抽象画を理論化したということなんですね。非常にこれが抽象画であるというのを理論的に、文章として残したことで、なるほどと多くの人は理解するようになった。有名なこの芸術における精神的なものとかですね、点線から面へという実は本を残されて、これによって私たちは抽象画というものを理論から学ぶということになりましたね。絵画の技法書とか絵画の理論書っていうのは実はそれまでもあるんですけれども、非常にその抽象画として深く、絵画というものをの認識をね、私たちに提示してくれたのは実はこの本によってまさに抽象画というものが登場したという、実は漢字最大の功績のあった方なんですね。はい、ではちょっと漢字好きについてね、話をしたいと思います。ワシリー・カンジンスキーはですね、実はもともと法律家であった方です。それが画家に、実は1866年生まれでですね、本当に画家として、活動がですね、実は40歳過ぎてからと、ですから1900年以降なんです。で、ちょうどまさにフランスの印象派をはじめですね、各地で、新しい芸術運動というものが起きたんですが、ロシア生まれなんですけれども、まさにドイツでですね、このブラウエライター、これドイツ語でアウキシグループと言われてるんですけど、これクレーとかマルクとかマッケーだとですね、まさに新しい時代の、美術ですね、伝統によらない自由な発想によって新しい芸術を生み出そうということで、活動していたカンジンスキーなんですね。で、実はカンジンスキーも先ほどのモンドリアンと同じようにですね、初めから実は抽象画を描いていたわけではなくて、もちろんその具象画から始まっています。で、これが初期のカンジンスキーの代表作でですね、馬上の二人という作品なんですけれども、これはもう馬上の二人というタイトルから見てもですね、非常に分かりやすい絵ですよね。で、非常にその何かロマンチストというかね、詩も感じるし、何か物語も感じさせて、非常にロマンあふれる作品だった。実はこういう絵を描いてたんですね。それが実は先ほどのモンドリアンと同じようにこれがまた抽象に展開していくっていう流れがですね、またよくカンジンスキーも分かるんですね。ですけど、もともとやはりその抽象画を描いてる人というのは、何かその背景の文学とか哲学とか詩とかですね、そういったものが実は教養として持ってる人たちですね、そういったものをこのベースの上でいかにそれを絵画表現に展開するかっていう時に、そういった詩的な文学的なあるいは音楽的な要素がですね、絵画化されることで非常にそこに深さが出てくると、それが単にその具象的に対象を映すだけではない表現に非常に何か絵画としての、ね、魅力を彼らは提示してくれているなと改めて思いますね。そして実はそのカンジンスキーの発見というのがあります。これも本当に有名な話なんですけれども、このモネの墨柄の連作からの発見なんですね。で、実は前にモネのところでもね、この墨柄の話をしました。で、こういう連作、モネは墨柄以外でもルガン大聖堂とかいろんな連作、水でも連作ですけれども、
そういった中で何を書こうとしたのかって話をしたときに、単にこの爪やらに関心を持って風景として爪やらを描いただけではないという話をしたと思います。で、実はそこでモネが書こうとしたのは、この時々刻々移り変わるこの光とかですね、空気とかですね、そうしたものが時間帯によって、あるいは季節によって変わるという発見があったんですね。で、実はその漢字スキーもはじめ、なんでモネは爪やらを描いてたんだっていう疑問があったようです。ただその疑問もですね、非常にその絵画とは何か、絵を描くとは何かっていう、自分の中に深い運転意識があったからこそ、なぜ釣り屋なのかっていうところに至ったと思いますね。そして、あ、そうかっていう発見があったのが、モネは色と光の実は極限を描こうとしたんだっていう、実は漢字スキーの発見があって、でまさにその、形を、再現するということではなくてですね、それを色や形に展開していくんだっていう、実は思いの、実はインスピレーションの源になったのが実はここなんです。これも本当に歴史上の大転換というか、モネがいたからこそカンジンスキーが生まれてますし、でカンジンスキーもそうした、自分の中にあるものがこれによって見事に引き出されて、そのもの抽象画の展開に至ったという、非常にこれはもう大きな流れのエピソードですね。それではですね、先ほどの実はモンドレーと同じように、このカンジンスキーの、その先ほどね、モネの爪の発見から抽象画って話をしましたけれども、この展開ですよね。まさにこれも本当にこの流れがよく見えてくるんですが、先ほど紹介したこのロマンチ、魔女の2人ですよね。でその次に、ここから数年後に出てきたこれロマンチックな風景、これもまさにこれ馬が走ってますけれども、だんだん何か抽象化というかね、その場、その風景の雰囲気が、ロマンチックなその色でですね、だんだん抽象化されてきてるなっていうのが、ここからこういう展開してますし、そしてこれまだ馬の形が若干ありますけれども、何かもうかなりもう線と色と形だけになっている、これも叙情的というタイトルなんですけど、非常に、ベースとして本当にこれロマンですよね。詩的なものがあって、で実はこの爪やらの発見の時にですね、カンジンスキー自身が思ったことはですね、印象派というのはどちらかというとその外観なんですよね。外の光であり形、色、外見える形のものからの抽象ということなんですけれども、カンジンスキーはむしろ内面ですよね。人間の内面、目に見えるものというよりも、人間の持っているその詩的ロマン的な要素がこういう色と形に展開すると。ですからアプローチが、方向は同じなんですけれども、アプローチの仕方が違うと。ですからこういう形で、まさに人間の内面の持っている非常にある、リリシズムというか、ね、そうしたものがこういう抽象に展開してきていると。ですから同じこの具象であっても、何かこう、ね、人間の内面表現ですよね。それがだんだんこういう形になってきて、実は最初の抽象画ということで今、定義されている作品がこの印象という作品なんです。でこれについてちょっと話をします。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思ったら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。